二日酔いで二桁編んだわ草。二日酔いで二桁編んだわ草。二日酔いの相手に何もたもたしとるんや広島は。広島ホームの試合って中継見れんから盛り上がらんよね。阪神さんはもう勝ち負けどうでもええんちゃうか。はよ試合負けて寝とけ。点取るなら逆転しろ。同点止まりになるくらいならこのまま負けてくれ。くさ。大山、もうはよ帰ろうや。今の何がしたかったの？サインミス。今日ははよ帰りたいんやろな。負けに行ってて草。敗退行為みたいな盗塁していて草。酔っ払ってたんやろ。ここに来て酔いが回ったか。はよ帰りたいからアウトカウント増やしたやろ。しゃあない、早く帰りたいんや。もう負けてはよ帰りたいねん。延長になっても困るからね。まあ延長行くよりかは負けた方が良かったな。これ3、4、2球団からしたらたまらんやろ。延長が最悪やからな。一打逆転か負けかの二択や。てか広島普通に勝てや。もう消化試合やしね。コミュニティにて期待の選手や使ってほしい選手、試合の感想や他球団の話などファンの方々と盛り上がれたらと思っています。阪神ファンだけでなく他球団ファンの方もぜひチャンネル登録お願いします。あ、もちろんコメントと高評価も。